はい、どうも、あじむらです。前回ですね、次の日の昭和からの呼び声をやったんですけど、これ2週目っていうのがあるらしくて、でなおかつ2週目の方が怖いっていう情報を得たので、ちょっと今回もやっていこうかなと思います。やっていきましょう。ひのむつエコビヨやめよう。2週目がどうなったのね。私はお前をずっと見ている。なんかね、2週目の方が怖いっていうのを聞いて、前回がちょっとビビらなすぎる、冷静すぎるとすごく多方面から言われたので、次こそはちょっと怖い感じも出していこうかなと思います。うん。成功、初めてちゃんと目見たかもしれない。じゃあやっていきましょう、2周目。2周目もおそらく左に進むだけやと思うので、今回は聖子がメインかな。なんかお話自体が変わっとんのかもよくわからんないけど、聖子ちょっとうっすら見えてる。聖子ずっとうっすら見えとんのよな。ずっと聖子がおるぞ。この辺の映像変わってないんかな。ああ、やっと着いた。どうしよう、なんか、すかしでずっとおるんよ、聖子が。今日からおばあちゃんの家に泊まりか。まあ、バーはなんかええ人っぽかったけども、それはよしとしようや。じいがちょっと困ったじゃんやったけどな。お母さん出張だから仕方ないけど、この子はちょっと今、町の方からね、都会っ子なんですけど、都会っ子からちょっと今おばあちゃんの家に一人で来てる状態ですね。一周目の方を見てもらったら、まあ大体はわかると思うんですけど、お母さんの実家のおばあちゃんのお家に行ってます。まあ、ここは多分平成ぐらいなのかな。平成、令和、そのぐらいの時代の感じですね。まあ、言ってもそれでも田舎やけどね、だいぶね。バーおるかな。バー。お、バー。バー。そんなに元気やったっけ？いらっしゃい。遅かったな。あ、お世話になります。できただしい。さあ、がっておいで。じゃ、バーについていこう。これさ、うっすら聖子映ってるけど、聖子って出てくるんかな？多分、最初って聖子階段とこでおったよね。聖子チェックやな、まず。お邪魔しまーす。んで、今が夕方の、まあ、4時45分ぐらい。あ、まだか、まだバー時間、バータイム。これこっちだぞ。うん。この透かし気になるな。しばらく見ねえうちに大きくなったな。せやろ、牛乳飲んでんねんな、ぐんぐん。何だっけ、背伸びるやつ。背伸びるぐんぐんみたいな。じいさまの葬式の時以来か。そう、じいさんが、おじいがお亡くなりになったよね。今、ばあは一人で暮らしてる。ちっとも顔見せねえのに、困った時だけ頼ってくるんだな。ごめんな。でもそれはもう、私じゃなくて、お母さんに言うてな。うん。でもあんまりこの周りは変わってないんかな、2周目って。実家は旅館じゃねえで、たまに帰ってくるじゃダメだ。これさ、もしかして2周目ルートって、この聖子の透かしが入るだけとかそんなんじゃないよね。母子家庭じゃ大変だで、この家に帰ってきたらいいんだけどな、みたいなこと言ってたな。なあ、お母さんに言っといてくれや。せやな。ぐいぐい行くで、私今日は。もう2周目やし、もうぐいぐい行くで。これもしかして聖子おるだけか？なんか不安になってきたわ。なんか聖子が透かしで入ったホラー要素よりも、エンディングが変わっとるんか、ちゃんと新しいものを私は実況で見せることができるのかっていうホラーのが強いんやけど、聖子どう思う？聖子お願いやけん、最後ぐらいなんかしてな。お願いやけん。このままじゃ実況これボツになってしまう。お蔵入りや。バー、どうしよう。不安になってきた。エンディングちゃんと撮れるかなって不安になってきた。聖子無視せんとってな。ちゃんと会話しような、聖子。で、変な見方してくんねやろ。聖子パーフェクトヒューマンする。アイムパーフェクトヒューマンする。なかったやな。みんな知ってんのかな？知ってんのかな、パーフェクトヒューマン。この聖子の透かし、いるかな？制作者様これいるかな。怖い人にやっぱ怖いんかもしれんな。この透かし、常に聖子と目が合いながらこの次の日を実況していく。でも正直次の日っていろんな周りを見たいからさ、聖子の目だけは見とけんのよ。私だけを見といてって感じかもしれんけど、それは無理。さあ、晩ご飯にするかね。次の日。お、聖子まだ生きとるやんか。ダブル聖子やったやんか。後ろ何運んでんの？なんかピーナッツみたいな運んでるで。お、聖子。聖子はなんかここに立たれてもさ、ずっと常におるけんさ、すかしで。うん。私のこと見えてるんでしょう。うん。え？まあそうやんね。今まで話しかけても無視しとったくせに、急にこの距離で、見えとんやろ。なあ、私のこと見えとんやろ。なあ、私のこと知ってる？聖子めちゃくちゃ SNS 乱用しそう。見えてるんでしょう。なんか Twitter とかにもめっちゃ自分語り始めそう。ハッシュタグ私のこと見えてるんでしょ。私のこと見えてるんでしょ。ちょっとでも私のこと見えた人リツイート。聖子も私カットモード入ったけん黙るで。私のこと見えてるんでしょ。なんでちょっと声低くなったん？裏さんとってちょっともうガタ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 せんとってちょっともうやめてやめて。じゃあ最終日ですね。痛風の日になりますね。今のとこ変わっとるとこってこのすかし聖子ぐらいやろ。もうこれで G とバーがもう幸せになってしもたけん、残るは私と聖子なんや。私と聖子がどういうエンディングを迎えるかが気になるんやけど、やばい怖いな。ボツになるかもしれん。これここやね。ここでエンディングがどうなるかなんですけど、やっと着いた。ねえ、おばあちゃんたちどこ行ったの？ほんでめっちゃ近く来るんやろ。ほんで昭和に引きずり込まれたの。うんで今から私も多分引きずり込まれるやろ。ほんで今なんて私石になる。ここから聖子がどういう動きを見せるかなよね。前は何やったっけ。そうこっち見てなんて言ってた。なんかいっぱい私が喋ってしまった時あんまり覚えてないんやけど、あ私のこと見えてるんでしょかパターン OK。 うんほんで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 からのあ聖子ちょっとかぶってさ、鼻の下になんかちょっと鼻くそついた感じになってしまうってことがすごいいかんわ。聖子失敗これ。すかし絶対失敗。